こんにちは。テンバアカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 輸出のですね、複数アカウントを作る方法、それと注意点、何のために複数アカウントを作るのか、そういったことについてお話し,します。えー、まずですね、Amazon 輸出で結構本業で儲けるんであれば、アカウント一つってのはすごい危険ですし、使いにくいです。えー、それでですね、まあ、私が まあ、おすすめというかですね、複数あった方がいいなと思う、えやり方は、まず、資産がない場合ですね。これあの、資産がある場合とない場合は、え全然、え取る対策違います。これなぜかというと、税金関係ですね。で、分けて使う使い方ですね。それを説明します。まず、メインはメイン、わかりますね。で、あとはサブとして、え FBA だけじゃなくて自己発送の分ですね。 でただ自己発送すると、当然のことながら、自己発送しないよりアカウントの状態が悪くなります。で、FBA だけやってて、問題のある商品を売ってないアカウントってのは一番綺麗で優秀なんで、ライバルが多い商品はこのメインアカウントで売るとですね、売れやすいです。で、えー、あと、まあ、利益率が大きいんでね、中国製品扱う人多いんですけど、中国製品でね、商品がいいってありえないんで、 割と、あのー、悪い評価ついたりとか、アマゾンから警告来たりします。このアカウントは、ライバルがいる商品を売ったら、まず売れな、売れないです。そのために、えー、分けてください。あの、商品に自信がないものを売るアカウントは分けてください。で、ライバルがいない商品を売るアカウントにします。で、それから、えー、自己発送用定額品アカウント。これヨーロッパの発送ですね。ここでヨーロッパを発送しちゃうと、ヨーロッパでね、 えー、受け取ってもらえなくて戻ってきたすったもんだとかそういうのが割と頻発しますんで、えー、このサブのアカウントではヨーロッパ向けの自己発送はしないです。オフにしといてください。えー、発送先にヨーロッパを選ばないってことですね。で、そうすれば、えー、この自己発送であんまりその発送とか関税トラブルとか悪い評価のトラブルは少ないです。で、自己発送用定額、定額用のアカウントでヨーロッパに発送すると。 で、自己発送用高額品のアカウントで、えー、これはヨーロッパには送らないと。高額品のね、関税のトラブルが一番多いんで、えこれは送んない方がいいです。で、送る、送るんであれば、高額品を送る専用のアカウントをもう一個作った方がいいです。で、皆さんがね、えこれ忘れがちなのは、FBA で取引件数を稼ぐっていうのは、持ってるアカウントすべてで行ってください。もう管理がめんどくさいんでね、FBA で、あの、定額品で、えー、アカウントの、 実績を取るところは、あんまり利益とか考えない方がいいです。えー、そこまでね、損しないようにとかやってると、正直あの、何が何だかわかんなくなりますんで、とりあえずたくさん売れる100均の商品とかね、えー、お持ち屋から買った50円のものをセットにして売るとか、そういうのを、えー、全部のアカウントでやってください。で、取引件数が多ければですね、えー、ある程度のことはあってもアカウント削除にいきなりになるとかってことはないです。一番ね、見てて怖いのは、 すごい儲かる商品だけを自己発送でやってて、あんまり FBA を組み合わせてない人、これは危険ですね。あの、連続して悪い評価もらったら一発でアカウント吹っ飛びますんで、あの、必ず FBA で販売は、えー、混ぜてください。